美少年、那須雄登、シュークリーム投げつけ事件は、ラビットに飛び火か。不死鳥の動きと、スイーツの女王、&メンバーとの衝突も、ジャニーズジュニア、うちユニット、美少年の那須雄登、21、が8月21日放送の朝のバラエティ番組、ラビット、TBS 系に生出演し、一部視聴者からは批判的な声が寄せられている。那須をめぐっては、賞味期限切れだとされるシュークリームを壁に投げつける、メンバーの佐藤龍我、20、が撮影した過去の動画が拡散。さらに、全く別の話ながら、メンバーの金指一世、19、は SNS 上に女性と宿泊した際の写真や寝顔などが流出。これを受けて8月18日、ジャニーズ事務所、ジャニーズアイランド社長の井ノ原快彦、47、少年のメンバーが公式サイト上に謝罪文を掲載した。その翌日の8月19日と20日、東西のジャニーズジュニア総勢200人出演した東京ドーム公演、オールジャニーズ、ジュニア2023、ワッショイキャンプ、インドームが開催され、美、少年も出演。ここでも井ノ原は、謹慎するという処分もあるでしょうが、彼らの責任としては、下の子たちに仕事を引き受けすることはどういうことか。責任の重さを伝える義務があると思っているので、あえて、公演には、出るという選択をしましたと説明していた。ラビット好きだけど今日は見ないわと厳しい声。そんな那須が謝罪から、わずか4日後に生放送のバラエティ番組、ラビット、へ出演したことを受け、一部視聴者からは、よく生放送出したな。ラビット好きだけど今日は見ないわ。いくつものシュークリームを楽屋とおぼしき部屋の壁に笑いながら投げつけた那須雄登くんこと那須雄登くんが出てたからね。ラビットはスイーツを美味しく食べる番組なのよ。相当場違い。どの面下げて出てきてるの。今朝ラビットに出てた那須くんってあのシュークリームの人？活動継続するって見たから良いんだけど、謝罪後早々に生放送出れるのいろいろ強くない？といった厳しい意見が寄せられてしまった。わっしょいキャンプ。に登場した美、少年のメンバーは全員が黒髪になっていたと言いますから、コンサートでも反省していることを示したということですよね。当然ながら当事者の那須さんは過去の行いを深く反省しているでしょうが、視聴者からはまだまだ厳しい声が寄せられてしまっていますよね。那須さんは今年の7から9月の月曜日ファミリーとして、ラビットに出演していますから、番組サイドとしても出さないわけにはいかないでしょうし、出さないとなったら、かえって炎上してしまう可能性もある。そのため、しれっと出演することにしたんでしょう。ただ、那須さんの騒動は、ラビット、にも飛び火してしまっていますし、同じ月曜レギュラーのぼる塾、田辺智香さん、39、は21日の生放送に複雑な思いで臨んだのかもしれません。ぼる塾、田辺さんの、シュークリームロケに美、少年メンバーも参加していた。田辺は大のスイーツ好きとして知られ、坂上&指原のつぶれない店、TBS 系などの番組の企画で、有名な支店や製菓メーカーとコラボしてケーキや菓子パンなどを開発してきたほど、芸能界のスイーツ女王として、2021年10月には、あんた、食べてみな。ぼる塾、田辺のスイーツ天国という著書も上司しているほどだ。田辺は、21日の、ラビット、のオープニングでも、おすすめのとにかくは、八重物というテーマに対し、東京原宿のロールアイスクリームファクトリーの高速で巻かれるアイスを紹介していた。ラビット。でも、ぼる塾の芸能界スイーツ部、BGS という企画をやっていますし、そしてなんと今年の3月20日の放送回では田辺さんが選ぶ三大シュークリームを紹介。しかもそのロケには美、少年の岩崎大登さん、20、も参加していたんです。放送では田辺さんの人生を変えた思い出シュークリームまで紹介していましたからね。スイーツ大好きの田辺さんは当然そうですが、ぼる塾とともに田辺さんおすすめの絶品シュークリームを堪能していた美、少年メンバーの岩崎さんも、シュークリーム投げつけの那須さんが、ラビットに出演することには思うところがありそうですよね。グルメを積極的に扱う、ラビットだけに、那須が出演するたびに視聴者からは批判の声が上がってしまいそうだ。大登りがわちすぎる、岩崎大登り&ぼる塾、シュークリーム片手に眩しすぎる満面笑顔、ラビット、での岩崎のシュークリームロケを見たファンからは、
ダビットでシュークリームのクリームこぼさないように慎重に食べる大のぼりくんマージで天使だったな。ホテルニューオータニでナイフとフォークでお上品にシュークリーム食べてる大のぼりくん。綺麗で可愛くて永遠に見ていたいといった声が上がっていた。